いらっしゃい。食事？俺の相棒が腹が減ったとうるさくてね。おすすめは何だい？そうね、軽いものでよければチョコボ肉とひよこ豆のスープは評判だよ。じゃあそれとエールを。どうも。おい姉ちゃん。はいはい。お前の相棒、従者よりはマシでしょ。ジョシア様、やはりこのまま旅をお続けになるのは危険です。一度どこかで体調を整えられた方が良いのでは。いや、このまま向かう。ルサージュ卿が前線に出ている。今が好機なんだ。これを逃せば難しくなる。何としても彼と話をしたいからね。分かってくれるかい？ええ、ではせめて薬をお飲みになってください。水をもらってきましょう。こんな砂漠まで警備せにゃならんとは。お客さんは無事にドレイクファングに着いたんだ。それでいいじゃねえか。しかし騎士長殿はなんでここまで奴に肩入れするかね。いくらドミナントとはいえ、あんな間抜けな奴によ。風獄不可のことだぞ。こいつを食べたら先を急ごう。おい、そこの。おじさん。すまん。立てますか、ジョシュア様。どうした？面倒なことが起きそうです。あんたら旅の人かい？実は俺たちもなんだよ。どうもこの辺りに不慣れでね。ちょっと案内してくれないか？すまない、この後カンベルに向かう予定なんだ。なーに、そんなに時間は取らせないから安心しな。こっちダメだぞ。なあ、急ぎ、早く。何してた？来い。おう。やれやれ、こっちも急いでるんだが。おじ
さんは影に。分かった。こいつらを締め上げるぞ。騒がせたな。ところでお嬢さん、あのスープだがな、血と塩が足りんぞ。今のうちに。ジョシュア様。構うな。クライブ、一体どうした？いえ、何も。行きましょう。